シャルル・ユオーは、フランス系カナダ人の画家、イラストレーターである。ケベックシティで商人の息子に生まれた。10歳で、ラポカティエールの学校に入学し、ケベックの市範学校にに進んだ。学校の教師たちもその才能を認め、ヨーロッパで学べるように資金が集められた。1874年に、パリに渡り、エコール・デ・ボザールに入学し、アレクサンドル・カバネルの教室で学んだ。 1876年にサロンド・パリに出展するなど多くの展覧会に出展し、パトリス・ド・マクマオンなどの有力者に作品は買い上げられた。ケベック議会の壁が言語に関する議論1885年に結婚し、その少し後にカナダに帰国し、ケベックに移った。1887年にケベックの教会に装飾画を描いたのを始まりに多くの装飾画の依頼を受けた。 1903年にはヨーロッパを旅し、ドイツに住む妻の両親を訪ね、イタリアでは同時代のの装飾画家、フランチェスコ街の下で装飾画家としての技術を磨いた。家族とブリュッセルで暮らし、1907年に妻が亡くなった後、娘とカナダに戻った。1九百十年にケベック議会の建物に装飾画を描く依頼を受け、二点の歴史が高等法院と、 言語に関する議論を描いた。しばしば中断を挟んで1910年から1913年までかけて描かれた。その後、建物の天井画の依頼を受け、準備と制作に7年をかけた。亡くなった時も装飾画の依頼を受けていたが弟子によって完成された。ありがとうございます。